が持っているそのタイトルが持っているその体験っていうか、そのプレイしたそのスタッフさんだったり、まあ、自分もそうですけど、プレイしてこんなことを思った、でそれが自分の人生にこういう影響を及ぼしたとか、なんか本当にその自分の人生込みでなんかそのゲームを語るみたいな、そのゲームを紐解いていく、なんかその感じがあるのかなとは思うんですよね。そのだから遺伝子なのかなっていう、そのゲームが持っている遺伝子ゲノムがゲームを通して自分たちに入ってきて、で幼少期に見たあのシーンが忘れられず、なんか大人になった今もとある時にそのシーンを思い出して、あこういう風に考えなきゃなとかって思うとか、なんかそういうものだと思うんですよゲームって。でその体験をちゃんと持って、なんかスタッフさんたちが一つ一つ丁寧にキーワードを決めながら、でその作品をこう紐解いていく、じゃあなんでその人生にこんなにこう刻むような作品なんだろうこのゲームはっていうのをこうなんか皆さんとも一緒にこうシェアしていくっていうか、なんかその視点がやっぱりそのゲームゲノムならではなのかなっていう感じがしますよね。アートとは何かとかそういう話まで、哲学的な話までになったんですよ。でゲームをアートと言っていいのかどうかみたいなね、そういう話もなって、全ての人間の思いや行動言動に、アートや文化哲学というのは眠っていて、そこをそれこそクローズアップフォーカスするかどうかも問題だと思うんです。たかだかゲームボタンを押して動かすだけかもしれないけど、そこから何を見出すかっていうのはやっている人に委ねるんで、でそれゲーム以外でも何でもそうです。コミュニケーション、一言の挨拶の重みに哲学を見出そうとしたら一生分かかる方が考えられると思うんです、考察で。だからゲームを哲学やアートに、として定義してくれるっていう番組だと私は思っていて、ゲームでこんだけ考えられるんだぞっていうことを提示することによっていろんなことを変えてみれる、他でもいろんな哲学を見出したりアートを見出したりっていうことが、可能性がこんなに眠っているんだっていうのを、それを何かに依存したり何かに何て言うのかな、ごますったりせずに、この番組は、正面から勇気を持って、ゲームを文化だという定義の上で成り立っている、というところが私は、一つの、大事な文化の象徴だと思っています。ゲームの魅力って今たくさん語られ尽くしている中で、ゲームがそもそも体験であるっていうこと、体験であるからこそ、じゃあ体験した人がどう感じたかどう思ったか、どう影響されてどういうふうに生きてるかっていうこと、そっちを知ることによってむしろ深くゲームを知ることができるのに、そういうことをしようって思った番組が今まで一つもなかったと思うんですよね。だからこそすごく新しいし、なんで今までこれをしてこなかったんだろう、誰かがこれをしてほしかったって思うぐらいの番組だと私は思っていて、それこそ知名度とかじゃない、そのゲームがどれぐらい深くそのたくさんの人に知られてるかとかじゃなくて、ここに何か見出した人がいるんだ、ここに何か感じ取った人がいるんだってことの方を重要視してくれてるから、そういうゲームがパンって入ってくるし、もう毎回キャスティングがやっぱ絶妙だと思ってて、最初に清塚さんって伺った時に、そうだそうだみたいなでも絶対そうだよね、絶対語ってほしいもんっていうところを必ずちゃんとついてきてくれるんですよ。それは本当にすごいと思います。ゲームにおいて感じること、人間に感じること、全てを信じてるっていう番組なので、私のこの番組はシーズン2、シーズン3、シーズン4ってずっと続いてほしいなと思います。自分の人生にこのゲームが何を及ぼしたか、でそれは何でなのか、でなんでこういうことが起こったんだろう、なんでこういう感情だったり、なんでこういうことを刻み込まれたんだろうっていうのを、その作られた方がに来ていただいて、実はこういう思いがあったんですとか、こういう仕組みになってるんですとかっていうことで、その深みを知っていくというか、その感じはやっぱゲームゲノムならではかなっていう感じがしますね。ここがこの番組の最大の、なんて言うんでしょう、辛くもあり面白いところ、
もあるんですけど、もともとチームが存在してないところにこの番組を立ち上げたので、まあ、あの僕もそうですし、あのプロデューサー陣もそうですし、さまざま調整をしてくれるそのデスクもそうですし、で10回分のディレクター、まあ、ゼロからというと大げさですけど、もう一度シーズン2のチームビルドから始めたっていうところです。全国提案募集っていうのが一斉にあった時に送っていただいた中から、あ、これは面白いものになりそうだっていうのをちょっとお願いしたりとか、そうですね、前回から引き続いての登板は 3,4 人ぐらいでした。すごくざっくりですけど、まあ、約3ヶ月ですね。で、あの、まあ、本当にいろんな番組作りの方法があるんで、あんまり一般的って言っていいのかわからないですけど、まあ、30分の、VTR とスタジオの、行ったり来たりのこうシンプルな構成の番組としては割とあのオーソドックスな期間かなという感じですね。まあ、最初の1ヶ月でまさに企画が上がってきて、ゲームゲノムをちゃんとチームの中で見つけて、で、それをパブリッシャーとデベロッパーと両方にあのお伝えをして許諾をいただいて、でそこからキャプチャーロケを始めて、編集スタジオで見せる VTR の編集を始めて、スタジオどうしようとかっていうことを検討して収録をして、その後スタジオで撮れたあのトークと VTR とを合わせて28分45秒で編集して、まあ、音響効果だったりとか映像加工とかを含めると大体ちょうど3ヶ月ちょっと足が出るかなぐらいの感じですね。シーズン2になっていろいろ事務局というかプロデューサーだったりデスクだったり、あの僕も含めてですけど、シーズン1であの携わってくれたディレクターたちは過去の知見が あったので、なんというか最初の走り出しは手探りというよりかはもっとあのいい形でブラッシュアップ、一つ一つ丁寧に取材して一つ一つ丁寧にこう紐解けるかっていうことはいいスタートが切れましたし、もう少しで、全部の回の収録も終わるというタイミングなんですけれども、全部の回 の収録 VTR 含めて本当にマスターピースになるなという確信があります。あのスタジオはパイロット版から僕はすごく淀裕也さんというデザイナー、NHK のデザイナーが一番最初にコンセプトを一緒に、ね、作り上げてくださったんですけど、まあ、彼ができるだけプレーンに、なんでかというとゲームごとにカラーが違うのがやっぱりゲームっていう文化のカルチャーの面白いところで、だからスタジオはできるだけプレーンにして、その作品のこうニュアンスが投影できるようにしたいっていうふうなことを提案してくれて、でだからこそ遊べる回は遊べるし、プレーンにした時にも何て言うんでしょう、ゲームゲノムらしさがきちんと残るしっていうような形をしてますね。だからあんまり実は余計なものを置きたくないっていうのは僕のなんかスタジオ、番組のスタジオのセットの考え方でもあるんですけど、皆さんに来ていただいたあの日はちょっと相当頑張ってるからです。そうです、ね、はい、デスストランディングパイロット版ですね、はい、の時もそうですし、シーズン1のあれがダメだったというわけでは全然、はい、全く思ってなくて、はい、どこまでプレーンにするかとか、うん、どこまで作品のこう雰囲気だったりカラーみたいなものをスタジオのセットにこう漂わせるかっていうことは、それこそディレクター の意向というものに基本的には委ねていますね、はい、大きな方針っていうのは、でじゃあここまで頑張りたいっていう時にはもうチーム全員でアイデアを出して実現させようっていうところがありました。風の旅人とニーヤオートマタに関しては、特に風の旅人っていう言い方になるとちょっともしかしたらないですけど、まあ、知ってる人は知ってるタイトルだと思うんですね、はい、うん、そうなった時にスタジオでトークしているゲームの作品のこうカラーといいますか、なんかこう雰囲気みたいな空気感みたいなものがトークしてる時にも伝わった方がいいんじゃないかっていうことをディレクターが提案して
くれたのを大事にして、だったらじゃあどんなことが決まりのスタジオの中でできるかっていうことを、やった結果、あの2本は相当頑張っちゃったっていうあ、なるほど、はい、なので毎回あのテイストではシーズンはないです。あの割と簡素な回もありますし、それは簡素って言ったらおかしいですね、うん、あのなんというか、まあ、プレーナというかプレーナー方にあえて寄せてるっていう回も当然ありますし、その違いはちょっと楽しんでいただけたらなと思ってます。でも本当文化祭みたいな感じで、あの そっちに舵切ろうってなったら、もう他の回のディレクターで今日はちょっと作業がないですっていう、はい、あのディレクターもで、まあ、僕もですけど、みんなでもう作り込んでやる、で現場に持ってってはまらないなって思ったものはもう作ったものをちょっと悲惨することありますし、っていう感じですね。でもすごく楽しいですね、あそこのスタジオを作るの。本当はスタジオはカメラ上もそうですし、視聴者のこう目線としてもトークにピントが合ってることが重要なので、ある種そのセットだったり、あの小道具の作り込みっていうところは出演者の皆さんのこう盛り上がり、それをある種醸成するための頑張りどころというかっていうふうには考えています。これはもうこんなにも売れてるし、こんな賞も取ってる。白の部分は説明が簡単なんですけど、このゲームのゲームゲノムって何なのっていうところの抽出で、それを言語化して、でそれを紐解くためにどんなシーンで語り込んでいけばそれってなるほどって思えるのか、そのテレビは不可逆のメディアなので、そのだんだん分かっていって、そのテーマのが浮き彫りになっていくっていうことをちゃんと担保できるか、構成できるかっていうところの一番最初のテーマ立てみたいなことをキーワード化していくっていうところが本当に難しいですし、むしろそこが一番すごく時間がかかってるなって感じます。あの実際は多分2週間から3週間長くて1ヶ月ぐらいかかっちゃう回もあったんですけど、そこが一番の頑張りどころ、難しいですし、でもそれが見つかったら本当にすごいパーンと見えてくるというか、そこに向かっていろんなものを組み立てていく。取材の話になっちゃうんですけど、先にそのテーマとそれを紐解くいくつかのキーワードで、それぞれはこういう説明をします、このシーン主人公がこの街に行ってこいつに出会ってこういう話があるから大テーマにも引っかかってこの話が伝わるんですよっていう、その中低キーワードとそのキーワードを紐解くための具体的なシーンっていうところまで練り上げてから、あのメーカーさんとかクリエイターさんに取材に行くんですね。なんでかというと、そこまでやらないと、でどうやって描くんですかって言われた時に、その見積もりというか、あの戦略ないのに、そもそもお話にしに僕らも行けないし、納得していただけないのはっていうのがすごくあるので、でそこで断られる可能性があるじゃないですか、やっと言ってもちょっと権利の関係でとかちょっとあれでとかっていうことが全然ある、あってもそれでも絶対そこまで、企画書に、企画書というか構成ですよね、落とし込んで自分たちでパリッとしてからじゃないと、必ずそこまでやってから取材先に当たるようにします。でそれが実際無駄というか、結果的にあのそれが取り扱えなくて、その練りに練ったり3週間みたいなことが、まあ、そのタイミングでは無駄になってしまったことって実は何個かあるんですけど、それでもそのやり方は変えるつもりになって、じゃないとクリエイターの皆さんだったりのご理解も得られないと思うし、むしろそういうつもりじゃないといい番組ができないなというふうには思っています。タイトルとあのそこから、まあ、僕らがゲームゲノムと呼んでいる、そこからプレイ体験として何を受け取って自分の人生のこう糧になってるみたいなもので、それをどういうシーンで語り込んでいくのかっていうことはもうワンセットで1枚の企画書で貼って送られてきてっていう、はい、まあ、いろんな事情で後で変わることは、まあ織り込み済みだけれども、あのまあゲーム愛だったりとか、あとまあこれは僕強調したいところなんですけど、やっぱり提案企画書1枚の中でこういうふうに伝えて、ここの部分で語り込んでいけばこういうテーマを絶対伝えられる、こういうメッセージを絶対伝えられるんだっていうことが企画書できちんとあの取材も含め構成というかっていうものをしっかり、ある種ディレクターとしてのこうなんかこう
能力だったり気概みたいなものも含めて採択をしてるんですけど、まあ、そういった部分でもそういう人たちをに集まってもらって、なのでスタートの時には、まあ、こういうゲームが好きでこれでやりたいっていう人が、まあ、もうほぼほぼ集まった状態で スタートしていくっていう感じですね。バランスみたいなことを考えるのはすごく野暮なことだなと思っていて、例えばメジャータイトル5本、うん、メジャーじゃないけど、うんうんうん、すごい面白いタイトル5本みたいなバランスとか、国内が続いてるから海外もみたいなことは結果論としてはバランスがバリエーションがあってよかったなっていうふうになるんですけど、基本的には、それぞれディレクターが出してくれたこのゲームでこういうテーマでここまで掘り下げて視聴者にこういうことを伝えたいっていうところをとっても大事に作っているので、外側からのといいますか番組のチーム以外のところからの何かご意見というのはありがたくお話を聞いて、アイデアだったりとか企画のアイデアをメインとさせていただきつつも、基本的にはもう各ディレクターがやりたい企画を頑張って実現したっていうところですかね。よく言われるのがまさにどうやって作品決めてるのとか、どうやって許諾取ってるのとか、いろんなこと聞かれるんですけど、全然本当に難しいことではなくて、結果的にディレクターがやりたいって言った作品をとテーマを大事にで、ただテーマを見つけるのはすごく、まあそうですね、どの回も本当に難しくって、そこがこの番組の一番難しいところであり、最初に掲げる大テーマが見つかった時、その瞬間にもういろんなことがリンクするんですよね。ゲームの中の物語だったり、ストーリーだったりシステムだったりキャラクター、セリフ、クリエイターの方の過去のインタビューで言ってたことがスパーンとつながる、その大テーマが見つかった時がすごく気持ちが良くて、でそこに向かってどのシーンをでそれを説明したらいいんだろうとか、なんかどういう形で伝わったら視聴者の皆さんの心に届くだろうかっていうのを考えるのがすごくこの番組面白くて、平本くんがゲームにすごく詳しいから、そのバランスとかなんかそのメジャーどころとみたいなことを考えてるのって結構聞かれるんですけど、そんなことは本当になくって、本当に、まあ、もちろんね、最初に上げてきてくれたタイトルから変わったりすることもあるんですけど、まあ、それを踏まえても本当にそれぞれのディレクターの熱が、まあ、このタイミングで集まってこの新作10本だったっていうところが大きいですね。ディレクター以上にシーズン1の時もそうだったんですけど、例えば音声さんとかカメラマンさんとか、そのいわゆる制作じゃなくて技術とか美術とかの人たちとこう仕事をするときに、皆さん非常にテンションが高いときがあって、なんかそれが僕はすごく嬉しかったんですよね。年齢はそれぞれバラバラで、どっちかというと技術さんは年上の方が多いんですけど、あの時はこうで、いやここで変わったんだよねグラフィックがとか、その時感動をそのレンダリング中に教えてくれたりするんですよ。なんかそういうところにもなんかそのある種技術さんってだからテクニカルなゲームゲノムを僕らに教えてくれることもあって、なんかすごくだからどの現場というかどの工程もすごくゲーム愛にあふれてる番組制作っていうところも僕らディレクターとしてはすごく楽しい現場ですね。なるほど。スタジオトークの収録スタイルっていうのはすごく大事に、している部分です。我々が伝えたいメッセージで、それが大きく3つから4つぐらいのキーワードで少しずつ積み上がっていくって大きな構成がありますけど、その VTR を見てどんなことを思ったか、事前に取材もさせていただいてますし、それを盛り込んでスタジオがどういうふうに進行するかなっていうことはもちろん計算はしてるんですけど、一方でその場の空気感といいますか、MC がいてゲストがいてクリエイターさんがいて、ここでみんなで VTR を見て、で順番にないしは誰かの言葉を受けて話すっていうことは、その場でしかありえないことだと思っているので、そこのスタジオ収録トークに関しては本当にドキュメンタリーだと思って僕らは撮影をしています。なのでタイムスケジュールの問題は当然あるんですけど、一方でその多少話がよれたとしても、そっちに何かこう鉱脈というか、あ
この人はこう感じたけどこの人はこうそうじゃないとかクリエイターが込めたメッセージと違う考え方をそこで話してくれたっていうことにすごく意味があると思っていてむしろそこがなければ全部 VTR で実は説明しきれちゃうような気もするんですよね、うん、なのでそのある種プレイヤーの代表であるオーケストラの方だったりクリエイターがバスッと言葉にしてくれるメッセージだったりとかっていうことがあそこで自然にこうクロストークして化学反応して自由に話せる空間作りっていうことはすごく大事にしてます。でコントロールっていうとすごく大げさなんですけどだから毎回タイムスケジュールというかは本当にヒヤヒヤしながら撮ってます。絶対盛り上がってしまうんで。そうですよね。なのでそれはしょうがなくてどっかで我々で OK を出して、三浦さんにお伝えして次に進んでもらうっていうことをやってるだけなんですけどじゃあどうやってそのクロストークをできるだけ自然な形といいますか化学反応が起きやすいナチュラルな形にしているかっていうとすごく単純なんですけど円形のテーブルに座ってもらうっていうこれただこれだけなんですよね、うんうんうん、で実は三浦さん真ん中にいて MC としていろいろ質問を投げかけていただくですごく距離を離して、ゲストやクリエイターの方が座ってるでそうすると三浦さんからはいわゆるカメラだったりとか、進行のカンペだったりとかいろんなものが見えるんですけどクリエイターの方とゲストの方は意外とこう3人で喋ってると三浦さんともう一方しか視界に入らないんですよ。なるほど。でそれは絶対そういう風にしようっていうのを決めていてこうカメラでこう撮られてるとかモニターに何か映ってるものがあるとトークに集中できないんですよね多分。なるほど。なのでいわゆるトーク番組とかであるようなちょっとハスになってて、はい、こう行ったり来たりする形じゃなくて、はいはい、あくまで3人が喋ってるそういう空間を作るっていうのはセット上演出上そういう風にするってことはすごく大事にしていてなのでそれが我々の感覚としてはうまくいってるんじゃないかなっていうふうには思ってます。これは本当に三浦大知さんはすごい本当にすごい方だなと思います。 MC 初めてがこの番組なのが本当に驚きと言いますか。そうですね。バランス感覚っていうこともあるんですけど前提としてすごくリスペクトの精神を大事にされている方なんだなっていうふうに思っていてでそれはゲームそのものへのリスペクトもそうですし個々のゲームであとやっぱりクリエイターさんだったり来ていただいたゲストの方の話す言葉だったり思いっていうのをすごく大事にMC として受け止めてでその上でそれが自分なりにその言葉を聞いてMC としてどう思ったのか三浦大知さんとしてはどう思ったのかっていうお言葉を頭の中ですごく考えてよくすごくいいタイミングでお話をいただけますしクレバーなんですけどそれよりも前提にすごくリスペクトの気持ちがすごく強い方なんだなっていうのを思います。シーズン1に出ていただいたゲストの方もまたその作品に、はいとテーマに合わせてズバリこの人っていうことでもう1回シーズン2にも出ていただくってことは何名かいるんですけれども基本的にはその作品を語る上でやっぱこの人の視座といいますかこの人ならではの人生観だったり、今まで の人生とか職今の職業であったりとか思想心情みたいなものがそのゲームの作品から受け取ったプレイ体験と合わさった時に出てくる言葉の重さとか深さみたいなことをズバリ狙ってキャスティングはすごく丁寧にしていると思うんですね、総合演出っていう、ポジションをやらせてもらっている上でここで頑張らなきゃっていうポイントがいくつかあるんですけど、一番最初がそのディレクターが提案してくれたゲームとそのゲームの面白さを語ってもらってそれでこうなんとなくこういうことここがにグッとくるんですよ、こういうことってまだ言葉になってないことを一緒にけんけんがくがくこう話しながらその言葉にしていく体系化していく番組としてのメッセージにしていくっていう瞬間に
もうものすごい脳が溶けるまで一緒に話し合いをするんですけど、それが僕はたまらなく幸せな瞬間でもあるんですけど、それでいうと今回のラインナップではおっしゃっていたパワープロと、虫キングラブ、はい、これは本当に脳みそが溶けるかと思いました。僕もパワープロ大好きなんですよ、本当にずっと遊んできたゲームなの で僕は野球、リアルの野球あんま見ない人間なんですね、はい、だけどやっぱパワープロは本当にずっと大好きな作品なんですけど、でもどうやったらできるんだろうってやっぱなくて、愛してやまないディレクターが一生懸命、その愛だけじゃなく当然ダメで、うん、取材 と、それをどうやって構成したらゲームゲームっていう番組で視聴者の皆さんに伝えられるかっていう、うん、ある種の戦略というか演出だったり取材とかテーマみたいなものをちゃんとこのチームに上げてきてくれて初めてその作品よしじゃあみんなで番組にしようってなるので、僕がシーズン1の時も総合演出をやりつつエピソード1のワンダとトリコとやって、今回は FF14 をやらディレクションしたんですけど、総合演出っていう立場というか肩書きというかポジションはすごく重要だったなと今改めて。ゲームゲノムってこういうものである、ここは変えないでほしい、でもここ変えてもいいかもしれない、むしろここ変えてほしいとか、真ん中に立ってる人は必要だなと思ったんですね、うん、でそれで今総合演出っていう立場をやってます。だから僕が偉いとかっていうの全く本当に思ってなくて、ただ僕に問いかけてくれればチャット GPT みたいに、うん、それはゲームゲノム的には完全に20までないです、やっちゃえやっちゃえとか、それはちょっと三角、いやでもなんか新しい扉入れる可能性あるかもっていう、なんかこうゲームゲノムでこれ挑戦していいんですかみたいなことの時に頼ってもらえるといいなぐらい のことで、で一方で僕もディレクションをやめずにそのなんかやっているのは、総合演出はそうは言ってもこうしようとかああしようとか割とこう決めちゃえるのは決めちゃえるんですよ、正直なところなんですけど、自分の回はもう全くそんなこと分かんないですよ、本当に今回の FF14 も相当もう本当にどういう風にしたらいいかわけ分かんなくなって、本当にチームの方やプロデューサー陣に助けてもらってようやく収録にたどり着いたところがありますし、だからそういう一緒に地に足がついて一緒に悩んでるっていう状態もやっぱりやめたくないので、総合演出兼ディレクターっていう立場でこの番組を作っていきたいなっていうのもありますし、総合演出として一番気にかけているのは先輩とか後輩とかそんなこと一切関係ないっていうのが僕のテレビ屋としてのスタンスで、それは何でかというと視聴者に関係ないかななんですよね。1年生が作ってるが15年生が作ってるが30年生の大ベテランが作ってるが別に視聴者はそんなこと全く関係がないので、とにかくマスターピースを作るんだと、ファイナルファンタジー14のゲームゲノムでも二度と作れないから絶対にマスターピースを作らなきゃいけないっていう時に、それがどうやったら作れるかっていうこと のアイディアを常に出し続けて、そのアイディアを実現するためにはどうしたらいいかっていうのを、僕だけじゃなくてそれはプロデューサーだったりデスクだったり技術や技術やいろんなチームの人たちに相談を簡単にすぐ行けるようにするっていうのが多分僕に与えられてるその役割だと思っているので、なんかそこをすごく大事にしたいなと。各ディレクターの補追が最初は10だったその補追が100点とか150点になるためにどうしたらいいかとかっていう悩みに対してちゃんと答えられるようにしたいし、もっと面白くなることがあるよってことについても僕がすごく一生懸命考えて提案して、そのチームの中で僕が取れて面白くなったねって言える、そういう状況を作るのがなんか総合演出としての、ゲームゲノムの意味ですけど仕事かなと思います。我々の中ではなるほど、はい、なので無限にゲームはありますし、
そこから紐解ける、うん、なんか人間のおかしみとか、うん、なんか尊さみたいなことが無限にあると思ってるので、ゲームそのものがすごいっていう大前提が僕の中にはやっぱりあって、うん、やっぱりクリエイターの皆さんもそうですし、プレイヤーの皆さんもそうですし、こうやってゲームに注目している我々メディアもそうだと思うんですけど、ゲームがというもの存在とか作品が持ってるものの中にある内包してる質量がすごくあるというか、それはもう切り口一つとって全然違うものがやっぱりあるし、やっぱり人間が作ってるものだからクリエイターも絶対人間を見てて、それは自分だったり社会だったり、もしくはその両方だったりすると思うんですけど、ゲームゲノムって番組の中で人間の話ができるっていうのは僕はすごく面白くて、ゲームだけの話をしたいわけでもないし、うん、あそこのシーンいいよねっていうのは僕らが人間だからこそ言えることで、ゲームが主人公の、ゲーム作品が主人公の番組なんですけど、たどり着いた先はゲームと人間は僕たち人間の生き方みたいなことが符合してる、なんか独語感っていうところが毎回目指しているところではありますし、確実に全部の回想になっているので、ぜひ楽しみにご覧いただけたらいいですね。